R2 の部屋へようこそ。 R2 と申します。先日私誕生日だったんですが、朝起きてモンストにログインしたら、なんと受け取りボックスにガチャギフトが届いてました。びっくりしてすっごく嬉しかったので、記念に動画に残します。一番最初に届いたのがガルルさんでした。ガルルさんは私がツイッター始めた初期から結構絡ませていただいてもらってて、多分ツイッターも YouTube も通知をオンにしてくださってると思われるんですけど、私がツイートしたり動画上げるとすぐにいいねとか押してくださったりコメントくださったりして、本当にいつもお世話になっております。そんなガルルさんからガチャギフトが届きました。本当にありがとうございます。びっくりしました。ガチャギフトってもらうの初めてで、どこから受け取るのか本当分からなくて最初調べたりしたんですけど、なんかガチャギフトはショップのガチャギフトから受け取れるそうです。でまずここの画面から、ガチャギフトを受け取って、でショップの方に入ってガチャを引くみたいです。ガルルさん本当にありがとうございます。いつもお世話になってます。また剣閣神殿やるのでぜひ一番に入ってきてください。ではこのガチャギフトを引くですね、ガチャを引く。でなんかこのガチャギフトを初めて知ったんですけど、その月によって対象の属性があるみたいで、限定が出る対象の属性か、9月は火属性と木属性が対象だったみたいです。私火属性結構少ないので、火属性が出たら嬉しいなって思ってます。できればね、何度も私言ってるんですけど、ゼフォンとかアザトースとかエクスカリバーも持ってないので欲しいですね。この前ラプラス出たのでラプラスはまあいいかなと思うんですけど、ありがとうございます。引かせていただきます。お、このピンクの玉は未開の大地のご褒美と同じ玉ですね。ピンクに星柄の綺麗なやつ。なんか一体は出るって分かってるからそんなに怖くないけど、お、インドラだ。インドラこの前初めてゲットして、この子で2体目ですね。2体目は嬉しい。ありがとうございます。なんか1体確定って分かってるけどちょっと怖いですね。で2人目ですね。この方はですね、お付き合い結構長くなってきたんですけれども、すごいフォロワーさんが多い方で、ツイート内容を見てると、ご飯、手作りご飯のお写真とか飯テロとか、あとは、モンストのツイートもそうなんですけど、ツイート数もすごい多いし、フォロワーさんもすごく多くて、でもすごい絡みにも行ってて、で、なおかつ、フォロワーさん、悩んでるフォロワーさんとかいたら相談にも乗ったりとかしてて、すごい気さくな方ですね。人気があるのもわかるなと思います。私も本当見習わなくちゃいけない点がただあるお方です。ちょっとお名前は言えないんですけれども、ありがとうございます。いつも、マルチでもお世話になってますし、ツイートでもお世話になっております。これからもどうぞよろしくお願いします。ガチャギフトすいません、2番目でした。時系列で言うとありがとうございます。ではありがたく頂戴して引かせていただきます。よし、誰が出るかな。よしよし、さあガチャる。よし、本当に誰が出ても嬉しいです。もらった3人はゴリゴリに強化して育てて使っていきたいと思います。さあ誰かな。なかなか出ないんだなこのギフトっていうのも。でも発言か、発言だ。ムゾルグスキー、ムゾルグスキーよね。そうムゾルグスキー発言です。この子は嬉しい。エルドラドでね、めっちゃ無双ですよね。式部とともに破壊神ですね。勝手に進化する。ありがとうございます。発言だ、嬉しい、やった、ありがとうございます。コリコリに育てていきます。さ
さあ、そして3人目がですね、カフェモカーさんですね。カフェモカーパイセンと呼んでるんですけれども、この方はコンプレックスの攻略動画一緒に撮らせていただいて、モンストがすごい上手い方ですね。私はすごく考えるクエストも思考時間1秒ぐらいでパパって打っちゃって、その角度がもう完璧なんですよね。ちゃんとダメージ入る角度で打ちに行ってて、いや本当うまいなって尊敬してます。よくストアにも行かれてて、ストアの限定キャラをツイッターで配布とかもしてて、本当にすごいパワフルな方ですね。マルチでもよく遊ばせていただいております。カフェモカさん本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。いや本当に嬉しいです、ありがとうございます。ではまたガチャギフトをいただいて、受け取って引かせていただきます。よし、あー最後か。これ3回も引けるなんて本当すごい、本当すごいです。まさかこんな日が来るとはっていう感じです。ありがとうございます。いけ、よーし、あー誰が出るかな。お、出ないもんだねこれ本当に。あ、超8回2体目かな。ありがとうございます。この子もゴリゴリに育てて、まだあれ極まってないんですよ、アルマゲドンか。そうですね、あれアルマゲドンだよね、アルマゲドン、使わせていただきます。ありがとうございます。ガチャギフト以外にもドリンクの無料券を送ってくださった方もいたし、あと金閣神殿とか貼ってくださった方もたくさんいて、私の厳選がめっちゃ進みました。本当にありがとうございます。ベルもメダルも使っていただいて感謝しかないです。あとはツイッターの方にコメントたくさんいただきました。びっくりしました。本当に夜中に誕生日ですっていうツイート投げて、朝起きたらもうなんか通知が70何件とか来てて、びっくりしましたね。と思って見たら、もう本当にコメントいっぱいいっぱいいただいて、もう嬉し泣きですよね。人生でこんな一堂に大勢の方におめでとうって言ってもらったことないですもの。ディズニーランドとか行ってお誕生日おめでとうシール貼っても、こんなに大勢の人に言われないですよね。キャストさんそんなに言ってくれないんだろうし、本当にびっくりしました。私もツイッターでお誕生日ですっていうツイートにかけたらコメント絶対入れるようにしてるんですけど、やはり自分が得られて嬉しいことは人にしていこうと思いました。絡みのある人はお祝いもしていきたいと思うし、なるべくそうですね、モンストのベルとか神殿とかはお祝いとかで使っていけたらいいなと思ってます。とても有意義な使い方だなと、一人で使うよりねいいかなと思ってます。本当に本当にありがとうございます。スクロールしていっても上がないっていう多分お返事も一人一人返したので漏れはないと思うんですけど、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。最後にこれ自分で風船割ってみました。パンパンと。かわいいですね、これ。これからも動画もツイッターもいっぱいいっぱい頑張っていくので、どうぞどうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。今回はこの辺で、またね。